商品デビュー専門、クトオの提供です。最近のパソコン、ゼロスピンドルかドライブがないんですよね。ドライブないことによって、パソコンが薄くなる。いいことあるんですけど、ドライブ使いたい時に使えない。当たり前だけど、ちょっと悩むところなんですよね。まあその時、結局ドライブ買うしかないんですよね。だから今ドライブ買うと、なんかいろいろ機能ついてて、高いんですよね。別に、ブルーレイとか、DVD 書き込みとかいらない。 とにかく読めればいい。CD、DVD が読めればいい。インストールメディア。人からもらったディスクが読めればいい。そういう場合に、ね、おすすめなのがこちらですね。まあ、無難なデザインの四角い DVD ドライブですね。DVD の読み込み。それと CD の読み書きができますね。コンボドライブ。まあ、最近聞かないですけど、そういうものですね。それ私これいいなと思ったところ。この端子。普通の USB の端子なんですよね。最近こういう小型機器ではあんま見ない USB の B。タイプ B。 この大きい端端子子なののでですすよあのプリンターとか USB 使われますねこの大きいもの壊れにくいんですよね。だから時々使おうと思ってあ壊れてた。だからたまに使おうと思って取り出したらあ壊れてた。不慣れな人が接続すると壊れてた。そういうところがないですね。まあただ欠点としてはこのタイプのケーブルあまり職場にも家庭にも転がってないからなくさないでください。 あと、電源が弱い場合に電源線もありますね。私の環境ですと、電源線なしで、この USB のケーブルだけで使いました。使えない場合は、接続してください。ただ、あまり使う機会がないですから、使い終わったら、ちゃんと箱に入れる。まあ、箱といっても、この入ってた箱、入ってた化粧箱、この箱に入れて保管しておけばいいですね。あ、それとあと、おしゃれな PC とかですと、スロットインドライブってやつなんですよね。あれ、 格好はいいんだけど、あの、8センチ CD とか、ちょっと不安定なディスク入れると、取り出せなくなります。そういう時に、それ昔からあるトレイ式は便利ですね。8センチ CD も入るし、問題あるディスクを入れても、強制排除しやすいです。だから安心ですね。 あまり CD とか高額ドライブ使わない。でも使いたい時がある。そういう人はぜひ手に入れてみてください。あと職場でパソコン買う時、CD ドライブをなくして安くできればいいですからね。CD 使いたい時は、これを使えばいい。あと CD が付いてないということは、変なソフトをインストールされなくて済む。そういうところもありますね。家庭でみんなパソコン持ってれば、このドライブをみんなで共用する。 会社で1台、職場のグループで1台、それだけ持ってれば十分ですからね。別に普段なくても困らないけど、時々困る。それが高額ドライブなんですよね。そういう風に考えてる人、ぜひ工藤のドライブ手に入れてみてください。商品レビュー専門でした。